はい、どうも皆さんこんにちは、よしきです。今回はですね、2021年の目標の振り返りとか、2022年にやりたいことなどを話していきたいなと思っています。まあ、あとは今後の展望とかね、3ヶ月前に今後の海外行きたいとか、自分の体操教室始めたいみたいなことをちょっと言ったと思うんですけど、3ヶ月経った今、今後のことどう思ってるのかとか、そういうことを話そうかなと思います。今日は僕毎年目標を決めるんですけど、今年1年どんな1年にしたいのかとか、1年間終わってみてどれくらい目標達成できたのかとか、具体的な目標から1年間のテーマみたいなものを決めているので、今回2021年目標どれくらい達成できたのかとか、2022年はどういう目標を立ててるのかとかを今回話していきます。皆さん、僕が体操の動画を結構今多く上げてるじゃないですか。でもこのチャンネルでは、体操選手向け、体操選手や体操指導者の人向けに多くの動画を配信していこうと思ってるんですけど、でもそれ結構最初に思いっきりそういうのをいっぱいやろうと思ってて、でこのチャンネルは頑張る人のモチベーションになるようなチャンネルになってほしいなと思っているので、僕の進捗状況だったり、僕の頑張ってる過程っていうのを伝えたいと思っているので、今回はいい機会ですので、発信していきたいと思います。僕自身1年後にね、自分の動画を見て、この目標達成できたな、達成できへんかったなっていうためにもね、自分を追い込んでいくスタイルですよ。じゃあ今日はそういうことでやっていきたいと思います。それではまずは体操の目標から振り返っていきたいと思います。あるんですよね、1年前に決めた目標が。そう、体操の目標を決めたんですよ。これ見えるかな、後で別で出しておこう。目的は2021年は、契約を更新してもらって、オリンピックを目指す架け橋の年にするっていうことで、僕の体操人生の第2章を完結させて、第3章ついに A 代表の金メダルを目指すっていうステージに上がるための節目の年でしたね。でその中で目標が、全日本の個人トライアウト上位12名に入って、全日本選手権出場 82.5、82.5 を取れるくらいの実力にはいましたね。 82.9 くらいですかね、ビデオ審査でだったんで、試合でやったら 82.5、ちょっと厳しいかなって感じなんですけど、それくらい取れる実力には慣れてたっていうことで、ここは一応クリアでいいとしましょう。全日本選手権出場しましたし、全日本選手権上位30名に入って NHK 杯に出場 83.0、 これはもう全然無理でしたね。全然っていうか、思ってたほど点数出なかったのと、僕の中でもちょっと取りこぼしがあった。でも僕の中で自己ベスト出ましたし、初めての全日本でいい演技出たんで、目標には届かなかった、目標設定が悪かったっていうところですかね。結果は41位で 80.7 とかでしたかね83点取れたら結構いいとこいましたね。はい、で一番最後のやつ、これを一番達成したかったんですけど、全日本シニア84点を取って1桁に入る。これ決めた時にね、大体ボーダーは82くらいになるだろうって思ってたんですけど、ギリギリを狙ったら絶対にそこに間に合わないっていう自分の性格を熟知して、本気で84取りに行く、厳しいのは分かってましたけどね、でも本気で84取りに行くつもりで、82取れるだろうっていう、83は取れる実力、82は落とさないだろうっていうところに来るんじゃないかなと、2021年の年明けに感じまして、本気で84取りに行くための準備をしようと思って目標にしました。結果はね、 81.3 くらいで個人総合26位、全日本選手権の権利を取れずに引退ということになりましたね。でテーマが、自分を好きになれるような毎日を過ごすと、妥協はしない、おじけづかない、有言実行、もう言ったことはやるぞと、で絶対に妥協は しないと、後悔残っちゃうからねっていうので、テーマは初志貫徹できた1年だったんじゃないかなと。自分のことを好きになれるような毎日過ごしたし、妥協はなかったんで、テーマはちゃんと沿って過ごせたかなと思います。そう、
これ、そうなんですよね。で、僕めっちゃ計画とか立てる派なんで、これとか見えるかな、なんかこんな感じで、今の持ってる今自分がどういう状況かとか、何が足りないのかとか、そういうのとか、目標からの逆算、これ半年分のカレンダーにして、で、4月の何日はこれをやるとか、ここまでにこれをやるとか、この月はこれのテーマでやるとか、そんな感じのやつとかをね、めちゃくちゃ書いて、でめちゃくちゃ振り返ってやってたりしましたね。あとはマンダラシートとかも僕めっちゃやってたんですよ。まあ、これ A 代表になるための、ね、2024までのやつでマンダラシートを作ってて、まあ、まだ埋まってない部分、まあ、新ルール対応とかあったんで埋めれてない部分とかもあったんですけど、まあ、本気でそういうとこ狙ってたんだなっていうのを見返して思いますね。2021年の体操の目標はこんな感じで、結果報告はこんな感じです。目標達成度で言ったら 20% くらいかな。個人トライアウト通って全日本選手権出て、全日本選手権ミスなくできたっていうくらい。目標点数も全然取れんかったし、4月以降、まあ狙ったところの順位には届かなかったので、もう結構低いな、 20% って全然ないな。大学の時は村瀬先生目標達成のプロって言われてたんですけどね。それくらい今回の壁はでかかったってことですね。はい、プライベート行っちゃおう。はい、プライベートはこう見ても見えへんな。主に4つに分けて、目標を立てました。去年の初めに、1つは貯金で、もう1つが英語、もう1つが成長、まあ、自己成長ってとこで、もう1つが引退後の方向ということで、まずは貯金からいきましょう。まあ、去年1年間で58万ほど貯めようと思いまして、でそのためにまあ1ヶ月の雑費を6000円くらいに抑えないとまあ厳しいなっていう計算でまあやってました。なんか節約はするんですけど、ストレスが溜まったら元も子もないので、まあ、ストレス溜めない程度に貯金できるようにしようっていうことでやりました。で、実際に溜まったのがちょっと貯金額に3万ほどね届かなくてね、まあそういう突発的なねこともあるんだなっていうことで、目標には多少の余白をね、遊びを入れて立てるのが大事だなって思いました。はい、次英語ですね。英語は、まあ、自己紹介を英語で完璧に言えるようにっていうことで作りました。自己紹介はね完璧では言えませんけど 50% くらい、自己紹介のやつも出そうかな。結構具体的にもう自己紹介っていうよりはプレゼンレベルで作り込みました。あとは覚えるだけっていうので、まあ 50% くらいですかね、英語の目標達成度は。じゃあ次、成長っていうところで、まあ、読書を50冊をしようと決めてました。だから月4冊以上ですね。で、20冊くらいです。届かなかったですね。次に、インスタグラムのフォロワー2500人っていうのを目標に挙げてて、目標っていうのはそこまで大それたことじゃないんですけど、自分が何かやりたいとか思った時に多くの人に自分の思いが届きたいなと思っていたので発信を続けてました。でこれは、去年の初め1100人くらいだったんですけど、1年間で2500人を目指してたんですけど、今2700ちょっとくらい多くの方にフォローしていただいて、これは目標達成度 120% っていうところですね。次はノートですね。練習日誌を書いていたんですけど、練習日誌以外で20記事投稿するっていうので、去年は21記事投稿できました。もう自分で見返してて、お、頑張ったなって思います。だって月に、まあ大体 1.7、月に2回投稿するくらい、2週に1回くらいを投稿していましたね。なのでこれも 120% なのと、有料記事を1つでいいから、購入していただく。っていうので去年有料記事を3記事くらい書いたんですけど、結構購入していただいたんですよね。チェコ式のやつ、練習日誌のマガジンとかも1000円なんですけど購入してもらったりとか、どうやって特集会入れたのかっていうの、すごい高額なんですけど、3500円で最初売ってて、今は5000円に値上げしてるんですけど、3500円の本とか見たことないですもんね。まあでも僕はそれくらい価値あると思ってるので、しかも結構これ購入していただいて、まあそれは全部鹿屋合宿の遠征費用で使わさせていただきました。本当にありがとうございます。
でサポートとかね、あの購入とかじゃなくてサポートしていただいたりっていうので多くの人に結構支えられたノートでした。これも 120% ですね。自分で何かコンテンツを作って商売してみるじゃないけど、あの売ってみるっていう経験ができたのはすごい良かったなって、僕も求められてるんだから僕ももっと頑張んないとなって思ったきっかけになりました。はい、次、親孝行。親がね心配なので、まあ、近況報告、電話、できるだけ家に帰ってあげるっていうので、まあ、親孝行は 120% できましたね。よかったやっぱ帰った時親の顔見るのも嬉しいですしね。成長に関してはこんなもんかな。次、引退後の方向。あの今年引退するつもりは全くなかったんですけど、でも引退は何年後かに絶対来るもんだと思ってたので、その後自分が何するのかっていうのが決まってない状態が僕めっちゃ嫌だったんですよね。だから引退後は何する、こうする、なんでそれしたいっていうのを全部考えて決めちゃおうと、そうしないと今に集中できないからっていうのもあって、考えてきました。まずは引退後に何をするのか、なんで起業をするのか、いつ海外に行くのか、どこの海外に行くのか、どうやって海外に行くのか、向こうでいくら稼げるのか、海外に行って何がしたいのか、体操で結果を残せた未来はどうしたいのか、体操で結果を残せなかった未来はどうなるのか、いくら稼ぎたいのか、とうとうを考えました。で、まあもうこれほとんど答えを出せて、まあ、引退後はまあ海外行くか起業したいっていうので、何で起業するのかっていうのは体操教室を始めたい、でいつ海外に行くのかっていうのは特集会でやることやりきってから、まあ、起業をして軌道を乗せてから、でどこの海外行くのかっていうのは、まあ、多分オーストラリアかカナダになりそうだなっていう感じですね。でどうやって海外に行くのかっていうのは、まあ、まあ僕のつてつてと話を通してっていう感じですね。あの、まあ、ここは日の力頼ることになると思うんですけど、まあ、あとはコロナ次第ですね。これはもう不確定要素が多いん で向こうでいくら稼げるっていうのは、まあ一概に一律とは言えないんですけど、まあ、海外で体操を教えてた人の話聞いて、まあ、大体の見当はついてる、まあ、今の生活かそれよりちょっと豊かになるくらいかな。で海外に行って何がしたいのかっていうのも、あの自分の見れてない世界、自分がやったことないことだったりとか、あの世界を広げるため、世界を広げるためっていう大それたことじゃないんですけど、とにかくワクワクしたい、もう知らない世界を知ってみたいっていう感じですね。で、まあ、そこで海外のクラブ経営学んだりとかして、で日本に同時であのリアルタイムで日本の自分の会社によくしたりとか、あとは海外で自分の会社を建てたいっていう願望もありますね。で体操で結果を残せた未来、もうそれはもう体操で結果を残せた未来は自分がどんどん有名になって露出していって、で、まあ、自分はこういう過程を踏んで上手くなりましたよって、あのノート見てくださいって、こんだけ考えてやってきましたよとか、僕は練習でこんだけ工夫してますよ、だから雑魚でヘボかった僕でもあのこう上手くなれましたっていうのを、あのプロセスを踏んで示すことで、まあ、準備することでこうメディアとかに露出する機会あったら、あの他の競技とかビジネスとか会社員、学校の人とかいろんな人にこう転用できる技術をあの与えようっていうので、あのそうやって自分は活躍していこうと思ってたんですけど、もう残念ながら結果を残せませんでした。はい、で体操で結果を残せなかった未来、はい、もう今ですね。はい、以上いくら稼ぎたいのか、これはちょっと難しいなって、これあのまだちゃんと決まりきってないんですよ。独り身だったら、まあ、大体出てきたんですけど、まあ、結婚したり子供できたりとかなってくると、あ、なんかよくわかんねえって感じになってますね。はい、これが2021年のプライベートでの目標の答え合わせでした。なかなかうまくいきませんねって思いましたね。はい、はい、それじゃあ次は2022年の目標について話していきたいと思います。2022年はまず英語は6月末までに、あの、まあ、だいぶリスニングが、ね、できるようになってきたんで、ちゃんと自分の意思を伝えれる、ある程度伝えれるっていうことでスピーキングを上げたいということで、オンライン英会話入っているので、6月末半年間で、まあ、1日1回を目安に180回6月末までに受講することを目標にしています。で次に YouTube チャンネル登録者数3000人を目指して頑張りたいと思います。まあ結構言ってるんですけど、あの無理に増やしに行くわけじゃないんですけど、
まあ、自分が楽しくででも必要としてくれるようなチャンネルになったらいいなと思ってるので、まあ、頑張って週1投稿で、まあ、年間50本の動画を上げれたらいいなと思っています。次、インスタグラム、まあ、先ほども言ったんですけど自分の考えを多くの人にリーチするっていうことで、まあ、3500人くらいの人がフォローしてくれたら嬉しいなと思っています。で、まあ、1年間にわたって自分の考えをちゃんと発信すること、自分の体操感だったりとか体操に関する技術とかももちろんなんですけど、自分がどうして会社を始めたいとか、そのお父さんお母さん親御さんが見た時にこの先生に預けたいって思ってもらえるような、あの僕の人間性をしっかり分かりやすいように説明していく場にしていきたいので、そういうことをちゃんと発信していきたいなと思ってます。あと特集会の良さとかね。次、貯金。今年は90万貯金頑張ろうと思います。またお金に関しても少しずつ、まあ、給料だったりとか自分の使うものだったりとか支出だったりとか変わってくるので、貯金の、 あの額も変わってきます。で90万貯めます。でも去年に引き続き投資信託をやっているので、投資信託はもう満額積み立て NISA 40万、突っ込んで、資産運用していきたいなと思います。そう、奨学金がね、借りてる分返さなきゃいけないので、ちゃっちゃと貯金して繰り越し返済して、まあ、自由の身になって自分の会社を起こしたいですよね。はい、はい、次に一流の体操教室の先生になることです。もう一流です。まあ、子どもの、指導法確立、どういう子どもに育ってほしいのかとか、そういう自分のイメージの明確化で、圧倒的技術指導力、このステップを踏めばとか、この子はこれをやれば絶対にこれができるようになるっていうのを見抜く力だったりとか、教える力、もう圧倒的な技術指導力を身につけること。で最後、子どもの扱い方に長けること。まあ、主導権はねこっちが握りつつ、でもどうやったら子供が自発的に自主的に取り組むのかっていうのを、主導権を握りつつ自発性を促せるような指導を、子供の扱いをできるようにします。はい、はい、次で一人前の特集会としての指導員になること。まあ、これはね一流の体操教室の先生になることとはまた別個で、まあ、特集会で特集会ならではのシステムだったりっていうのをちゃんと把握して、教わる立場から教える立場になれるようにします。これ大事僕が教えれるようになったらね、コストも減るし次の子たちの育成にも役立つので、早く一人前になります。今年1年でなります。あとは特集会のこのどうなっていきたいのか、特集会っていう大きな組織の中でどういう風に組織を動いていきたいのかっていうのを、自分の中でもしっかりと腑に落としてイメージができるようにする1年にします。次に起業。まあ、起業した時のリスクを下げる案を具体的にする。まあ、クラウドファンディングだったりとか、広告費を抑えたりとか、始めるなら小さく始めるとか、その辺の案はいっぱいあるんですけど、全部ちょっとふわふわしているので、今年1年で結構具体的な案にします。で、支出よりも収入が多くなるようなモデルになるように目安をつけます。つけたいと思ってます。ちょっと弱気になった今。で、ラスト。幸せ。どんな暮らしをしたら幸せなのか。っていうのを具体的に考えようかなと思います。どれくらい稼いで、でどれくらい働いて、でどういう人との縁があったりとか、なんかどういう生活をしたら幸せなのか、家は買った方が幸せ、あっても賃貸でもいいのとか、車は買わなきゃダメ、それとも車なくていいとか、まあもろもろですよね。趣味に充てるお金の割合はとか、時間はとか、そういうのをしっかりと具体的にちょっと深掘っていこうかなと思っています。で最後に大切な人との縁を深める。もうお金とか仕事じゃない本当に幸せな時って本当に好きな人とか大切な人と一緒にいる時間だから、そういう人との縁を深めたいなと、やっぱり人を大事にしたいなと思ってるので、ここは重要に思います。もう以上です。2022年にやりたいことは以上、英語、 YouTube、 インスタ、貯金、体操の先生で特集会としての指導員、企業、幸せ、678、8項目でやっていきたいと思います。これ全部ねリストアップしてるので、またね来年の初めか今年の最後にどうだったかっていうのを検証していきたいと思います。で今後の展望なんですけど、まあね、もう変わらずもう海外に挑戦したい。30、31歳の年に海外に挑戦したいと思っているので、そのためにもう英語も勉強するし行動して動いていきます。で、でも日本でも自分の体操教室開きたいし、
それがまあ3年後に開くつもり、3年後に小さく始めて4年目にまあしっかりとちょっと軌道に乗せてっていうのが今考えてる展望です。でももっと遠いまだ漠然とした夢みたいなねことだったら、まあ、さっきもちらっと言ったんですけど、まあ、海外に行ってクラブ経営学んで海外でもあの自分の体操教室開いて、で日本で体操やってた人とか、まあ、体操やってなくてもいいけどその海外に興味あるんだ、あの海外ってどんなんなんだろうっていう人たちがあの僕のところで雇えたりねしたらいいなと思ってますし、日本海外ですごい店舗数を増やして、まあ、増やすだけじゃないですけどね、その僕の体操クラブを通じてなんかちょっとでも世の中に貢献って言ったら大それたことなんですけど、爪痕残したいなって、なんか僕の体操やってきたこの経験を生かして絶対にこう人生がいい方向に豊かになるようなきっかけを多くの人に与えたいなとは最近ちょっと結構思うようになってきて、だから、まあ、もう店舗拡大理念浸透大きくなるって感じですかね。まだ全然イメージつかないし僕がそんなことできんのかよみたいなところもあるんですけど、まあ、それに向かって日々頑張っていきたいと思います。でできれば応援とか、というか応援してください。頑張ります。なんかお前無理やろっていう声でも大丈夫です。あのずっとやっとるわっていうなんか逆に負けん気になるんで頑張ります。とにかく頑張ります。僕の取りはそこなんで頑張ります。頑張ります。はい今日はこれくらいです。はい、どうだったでしょうか。新年入ったということでね、2022年やること目標などを話していきました。昨年は大変お世話になりました。なので今年も引き続き中谷よしきを応援してくれると嬉しいです。はい、で僕のチャンネルではこういう、まあ、夢のね走ってる最中の過程だったりとか、まあ、何かに頑張っている姿を発信して、まあ、少しでも多くの人に、もう学生でも体操選手でもスポーツ選手でも主婦の方でももういろんな人にちょっとでもやる気を与えれるようなねチャンネルにしていきたいので、これからもよろしくお願いします。でもしこの動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。頑張ってね3000人目指しているので、で、まだまだ体操に関する知識を多めに今は発信しているので、まあ、こういうこと知りたいよとかあったらどんどんコメントをください。で、おすすめの動画とかいっぱいあるので、ぜひ他の動画を見てくださいね。それじゃあ今日はこの辺で終わります。バイバーイ。